皆さんこんにちは、みかんくるです。かぎ針編みで作るハングル、今回は14番目最後の子音ヒュの作り方をご紹介いたします。材料です。今回使用するのは皆さんのお好きな毛糸と糸の太さに合ったかぎ針、とじ針とハサミです。ちなみに今回私が使用するのは、韓国ではマシルという名前で販売されているこちらの糸になります。日本ではエッグプラムさんのブランドからリネンコットンベタートゥギャザーという名前で販売されています。ぜひ参考になさってみてください。まずはじめに鎖編みを編んでいきます。編み始めの結び目を作ってから、鎖編みを16目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、続けて鎖編みを2目編んで立ち上げます。針に糸をかけたら、16番目の鎖編みの裏山に長編みを1回編みます。針に糸をかけてから、次の目には長編み2目を編んで増やし目をします。1、同じ目にもう1回、次の目には長編みを1回編みます。はい、次の目には長編み2回を編んで増やし目をします。この後も同じように長編み1回と増やし目を繰り返しながら、最後の目まで編み進めていきます。長編み1回、増やし目、長編み1回、増やし目。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 長編み1回、
最後の目に増やし目をしますが、最後の目は針に糸をかけて目に針を刺してから、この状態で初めの長編みを編み入れた目の手前の一本をすくって、針に糸をかけて手前に引き出します。そのまま長編みを編んで、下の部分がくっついたら長編みの頭に引き抜き編みをします。これでまずは丸い輪の形が出来上がりました。次にここから鎖編みを3目編みます。1、2、3、続けて鎖編み2目を編んで立ち上げます。針に糸をかけたら3番目の鎖編みの裏山に針を通して、ここから順番に長編み3目を編んでいきます。1、2、3、次に鎖編み3目を編みます。1、2、3、続けて鎖編み2目を編んで立ち上げます。3番目の鎖編みの裏山から順番に長編み3目を編んでいきます。1、2、3、また鎖編み3目を編みます。続けて鎖編み2目を編んで立ち上げたら、針に糸をかけて3番目の鎖編みの裏山から順番に長編み5目を編んでいきます。まずは鎖編みの裏山にそれぞれ長編みを1回ずつ編んで、はじめの長編み3目を編みます。次に4番目、5番目の長編みはこの横向きになっている長編み部分に編み入れていきます。針に糸をかけて長編みのこの裏山、後ろにポコッと出ているところに4番目の長編み、次に手前の1本をすくって5番目の長編みを編みます。ここまで編めたら3つ目の長編みを編み入れたのと同じ目に針を通して、ここに引き抜き編みをします。これで編み終わりになります。糸をカットして、最後の糸端を使って上の3目ほどつなげながら糸の始末をしていきます。
糸の始末ができたら、これで最後のシーン、ヒューの完成になります。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。